この二人がドームでっていうのもいいですね。僕の師匠なんで。師匠。師匠。お互い師匠って言ってる意味わからない。
ドームでのバッティング練習久しぶりどうですか。気持ちよくできました。大丈夫ですよ。時間もないんで。高さん、じゃあ、すみません。はい、じゃあ、ちょっと石川選手、後ろに下がって。もう一歩だけ。あれ、あんまり下がるとちょっと音がいい。すみません。じゃあ、ここまでの手術、リハビリ含めて、どんな風に振り返りますか。まあ、長かったですけど、一軍戻って、活躍するために、パワーアップして、戻るためにこう1年間やってきたので、はい、思う存分暴れたいなと思います。はい、翔平はすれば加藤翔平の忘れ物です。